どうも、森の中で動物の仲間たちと会話している人です。犬の秘密基地ナウ始まるよ。桜が満開になった昨日の暖かさより今日はちょっと寒いんだよ。どうも、犬の秘密基地です。というわけで、小さなトイプーガール2人です。左のトイプーちゃんは茶太郎くんに似てますけども、なりちゃんです。相変わらずトイプーさんたちは仲良く元気にいるようですね。なぜかここでいたぐれ兄弟が2人で遊び始めたようです。ただなめこくんはちょっとクールです。柴犬の小麦ちゃんはそろそろお迎えが来ます。トイプー兄弟にこっそり混じるのはトイプードルのなりちゃんですね。そしてトイプードルのモカくんは結構甘えん坊で、膝の上にもう乗りたがってしょうがないといった感じで、今よっこよしょと乗ってきましたね。だいぶ甘えん坊なモカくんです。今度はいたぐれのトロロくんとトイプードルのルナちゃんが膝の上のポジション取りを争っているようです。どうも、森の中で動物の仲間たちと会話している人です。はい、それではキュウリをソラくんにあげます。はい、じゃあ小町ちゃんにもどうぞ。横になってるといたぐれのトロロくんが必ず乗ってきます。結構重いです。皆さん今日も仲良く遊んでいたようです。だいぶまだわちゃわちゃしていますね。トイプードルルナちゃんをお兄さんに取られたトロロくん、やっぱりトイプードルたちに囲まれてしまういたぐれのなめこくんでした。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私プーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。